い、こんにちは、ともチャンネルです。今週というかね、先週から今週にかけて、ハードオフに行っていろいろと物色してきたので、そのね、入手成果をご紹介したいと思います。はい、ではね、1個ずつ順番に説明していきたいと思います。紹介していきたいと思います。任天堂ファミリーコンピューターキングスナイト、これがね、200円でエンターキングに置いてありました。ちょっと開けていきますか。はい、開けたところ、ここにもね、ちょっと200円のステッカー貼ってありますけども、これは取っちゃいますか。はい、綺麗ですね。もう古いものだからね、そんなに綺麗だということはないんですけども、ちょっと起動チェックしていきましょうか。はい、取り出したのは、ファミリーコンピューターのね、互換機、そして携帯ゲーム機にもありますこの本体ですね。本体はプラスチックキーでね、こんなのどうでもいいということで、とりあえず、これ違う客か、こっちだね。ガチャリンコンと、そして電源はここですね。で、ついた？ついてない？なんせね、もう古いからね。取れないんだけど、どういうこと？あ、取れた。すっげえ硬い。はい、じゃあもう一回ちょっと入れていきますか。よし。映らないね。これは映らないのかな。よいしょ。これ硬いな、取るのが苦労するな。これはちょっと後で接点の方ね、綺麗にしてもう一度後でやってみたいと思います。はい、これ置いといて、では次行きましょうか。ディープダンジョン3ね、ファミリーコンピューターのディープダンジョン3勇士への旅というなんかタイトルがついておりますけども、勇士の旅かな。はい、じゃあ開けていきましょう。これは200円でね、ブックオフでありました。あ、説明書ちゃんとついてますね、ひん曲がってるけど。古さが感じられますね。もう日に焼けてるっていうかね、かなり使い込まれたようなね、説明書。どんだけ物覚えが悪かったんでしょうね、この人ね。なんか、あ、火とかあとかってね、書いてあります。こっちにはあひって書いてありますね。何なんでしょうね。ちょっとこれはまたちょっと立ち上げてみますか。はい、ちゃんとこの箱も揃ってるっていうのはなかなかないんじゃないかな。でも本体自体はそんなに綺麗でもないですね。よし、ではガチャッと、あ、電源つきました。ていうか、いきなり、なんこの怪しい音楽は。あれ？ん？何これ？音がもうすでに壊れてんだけど、この本体自体がね、うまく音が出てこないのかもしれませんけども、とりあえず、なんだっけかな、ドラクエも変な音になってたからね、これが普通なのか。もう一回ちょっと入れ直してみますか。とりあえず動くっちゃ動くんだけど、音がね、ガチャインコンと、よし。あ、やっぱこれはもうダメですね。こんな感じのやつですね。あ、とりあえず始められるぞ。キャラクターを、冒険を始める。とりあえずなんかできそうな感じなんだけど、私今逆さで見てますんでね、これまた別の機会に遊べればなと思います。はい、では次行きましょう。はい、ファイナルファンタジー1-2ゲームボーイアドバンス、これもね、どこだったかな、どっかのハードオフであったんだよな、これな。ただジャンク品じゃなかったんでね、動作確認は取れてんでしょう。
本体の方が綺麗ですね。そしてなんかちゃんとビニールの袋もついてました。入ってはなかったけどね。そしてこの任天堂のこうね、この紙も入ってましたね。CR ナンバーも同梱しておりますけど、まあ使えないでしょう。それと説明書もちゃんと、あーすっげー綺麗これ。説明書開けてないんじゃないかな、全然そんな気配さえないぐらい綺麗ですね。はい、これはまあ良かったかな。値段が880円くらいだったかな、いや違うな、値段500円だったんだ。これ安かったんで買ってきたんでね。まあ欲しかったってのもあるんですけど、このね、ファイナルファンタジー1、2は確か PSP には出てなくて、このアドバンスか、あ DS に出てんのかな、まあそんな感じなんですね。なんでまあ持ってればいいかなっていう感じでまあ持ってきたんですけど、これはこれで綺麗なんでね、当たりでしょうね。まあ、大体 1000円から1500円ぐらいの間の値段がついてましたけど、まあ、それを比べても随分安いんでね、まあお得感はあるなということです。次いきます。PSP 用の D 端子ケーブル、使い道なんてほとんどないと思うんだけど、税込みで200円で売ってたんでね、まあなんかあのテレビに出力できるかもしれないなということで購入してきました。実際にこれが開いてるかどうかっていうと多分開いてないんじゃないかな、新品未使用品だと思うんだけど、とりあえずはこんなのがありましたんで買ってきました。まあ、これはまた使う時に開けましょう、どうせまだ当分使わないんでね。はい、ということでね、あとそうだ、これも紹介しとこうついてたから。はい、以前購入した任天堂 DS ライトですね。まあ、これはね充電にあのコンセントが必要だったんですけど、これ買ってきました。 DS ライト用の USB マイクロ USB に、接続するアダプターみたいなやつね。これでこうやってここに USB 挿せば充電ができます。これでモバイルバッテリーからの充電もできるようになりました。まあ、もともとねもう何時間も持つ、もう 5,6 時間持つバッテリーなんでね、まあ1日十分遊べるんだけど、なんかの拍子でねずっと遊びたいなっていう時にはこれが使えるかなということで購入してしてきました。そしてもう一つ、ボロボロのドラクエ4、ファミコンです。これはね親父飯の親父がねもういらねって言ってねくれました。まあビニール、ね、ビニールテープというかセロテープで止めてあること自体でもうすでにねこれが割られて中がねこう見られているというそんな状況だと思います。まあ多分電池交換したのかもしれませんね。まあ遊べるのは遊べると思いますので、まあこれはこれでそのうち遊ぼうかなと思います。はい、ということでね、平日、会社の帰りにあちこち寄ってきて、見つけてきたブックオフハードオフでね見つけてきたものを紹介しました。この動画がね良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。